はい、では始めていきたいと思います。すぐですが、とんでもないルーレットが待っているので、下手したら終わるかもしれません。終わらないようにしたいです。年明けということは年一ルーレットと、月一ルーレットが待っているので、待っているんですよね。参りましたね。今のは、そうですね、1年間の足軽のみしか使えないというルーレットの目が78年は続いていたので、それが解禁されるというぐらいですかね。来ちゃったよ。これ来てしまったか。何、そんな暇ないんだよ。こっちはそんな暇ないんだよ。よし、1年間のルーレットは、これかで、ちょっと待ってくださいね。3ヶ月やらなんやらやっているのは、これは違うな。これだな。これかな。これだな。これですね。これですわ。上から見てみましょうか。いろいろね、30カ国から40までの年一ルーレットとして作りました。何もなし。20カ国失う。金3000以上のチェキ2つ購入。外れ。1年間の月1ルーレットの効果2倍。うわ。そんなことやってた。そんなこと。自分で設定したとはいえ、そんなこと書いてた。2年間鉄砲禁止、2年間。10カ国失う。5つの国の治水を100にする。これはボーナス的な感じですかね。敵国に金を5000貢ぐ。敵国に茶器を2つ貢ぐ。1年間米金輸送禁止。1年間兵購入禁止。内政80以上の武将を3人解雇。戦闘90以上、すべて解雇。野望70以上の武将を5人成就に。不利直し、しかも効果が3倍。これ出ると危ないんですね。2年間米売却禁止。敵に兵300を渡す。1年間画家からの依頼を断れない。2年間米購入禁止。1年間茶人からの催しを断れない。行きましょうかね。避けて通れないので行きましょう。さっと行こう。2年間米か。そうか。待って。よし。あ、月1だ。今メモ帳に書いてて終わりじゃないんだ。月1です、今度はね。3ヶ月系が多いですね。3ヶ月系が多くて、振り直して効果が3倍とか、7カ国失う、国を失う系が5から7あります。そして、解雇、武将解雇するのもあります。画家の依頼断れないとか、
まあ、内政系もあります、教育禁止もあるし、敵に貢ぐ系もあるし、行きましょう。頼む、国失うのやだな、国失うのやだな。500、うわちょっと待って、めんどくさい。200、なちょっと待って、何でしたっけ、500分の内政をする。でもまあ当たりだったか、当たりでしたね、当たりは当たりでしたね。うん、あでも500ぬるいな、1000に変えようかな。だって行動力余ってるねえ、行動力余ってますもんね、動かしてないところがね。うん、1000に変えるか、1000から2000とかに変えるか、そうしよう。だって委任、ね、使ってない国を委任解けばこと足りますもんね。そうするか。あ、ここダメだ、後で書き換えます。書き換えはできるので書き換えます。ちょっと何箇所かね、当たりでよかったな。とりあえず国失うのじゃなくてよかったな。200、あと300ですね。あと225。米売却禁止なんですよね。武蔵か。別な国で、行けばいいので、違う。別な国で、消化をすればいいので、攻めなきゃいけないところは、攻めます。40とかにしたいな。攻めなきゃいけないところは攻めて、攻めな、うん、40にして早く終盤を迎えたいです。鉄鋼戦が解禁されたので、年が明けて鉄鋼戦が解禁されたので、もう勝ちです。これは勝ちです。強い。ダメだよ。まあしょうがないか。うわーすごいヘリ。
1回で10ちょい減ってるんだね。してるな。おじいちゃんを育てるっていうのも面白そうだな。1555年の原案を育てるっていうのもね、ちょっと面白そうで、あ、打ってしまった。おじいちゃんを、そういうの、そういう系のゲームプレイはどうだろうな。しないかな。まあ、なんやかんや言ってね、足利でやってますしね。足利義昭と維新崇伝で100、まあその2人が100にしたっていうことはしているので、まあね、なかなかね。うん、60あればいけるでしょう。内政は残り225ですよね。そっか、国負債だから逃げらんないのか。ちょっとな、そうなると戦略がちょっと厳しいっちゃ厳しいんですよね。暗くなるし、暗くなるのでね、逃げられる可能性があるから。ああ大丈夫か。風間さんと伊藤一等斎は、うん、なんとかなりますね。近づいているこれを撃っちゃったらゼロで逃げ回っちゃうので追っかけなきゃいけない。だけど残り2人がいるので、あ、大丈夫か。それがめんどくさいんですね。ただ今左上に行ってくれたんで、なんとか捕まえやすかったけど。
で今度は2匹いるし、また右下に六角さんがいるし、ちょっと逃げ回ってしまうでしょうけど、あ、大丈夫。一人ずつ片付けていけばなんとかなりそうですね。大丈夫ですね。さんどうしようかな、めんどくさいな、もうかけなくてもいいかな、間違いしてもしなくてもね、あんまり影響はないのでいいかな。なんか2ターンもったいないですね、まあ、能力も能力なんで追いかけるほどの人材ではないということで、自害しなかったらしなかったでいいんですけど、自害した、自害、うじってる、だってもう一個土地あるじゃん、土地あるじゃない、ありますよね、うん、あるよね、自害しなくてもいい、あーでもそうだったっけ、しょうがないな、残り225、125消化したから残り100、あれ、まあいいや、100、あーそっか、中精度が低いから今のあれですか、あの内政の効果が薄かったんでしょうね、中精度が低いと薄いんですよね確かね、真面目にやってくれないんですよね。はい、ということで、2つ国を占領して36でしたっけ、2468と22468 11、あ、うん、残り12ですね、で4分の3ちょうど取りますだね、はい。
ということで、まだ続けられそうですこのゲーム。まあまた大きなルーレットの目が考えてはいるので、もしかしたら最後はどんでん返しで終わってしまうかもしれない。ちょっとわからないですけど、まあ、まだまだ山場があると思います。今回はこれで終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。